ゲッティン元州大学図書館所蔵のアメリカ大、百科事典アメリカ大百科事典は、米語で書かれた最大規模の総合百科事典の一つ、アメリカーナ百科事典とも記述される。2000年に出版元のグロリエ社が買収されたことにより、この百科事典は、スコラスティックが出版元となっている。この百科事典は4万5000以上の項目を収めており、 一項目のほとんどに500語以上の説明がついている。アメリカ合衆国の説明には30万語も使われている。アメリカ合衆国とカナダの地理に関しては古くから他を圧倒していたが、ここ数年の電子出版により一部抜かりつつある。編著者は6500名であり、9000以上の書士、15万以上の相互参照、1000以上の表。 1200の地図4500ほどの図が680の時事解説が収められている。ほとんどの項目には著作者名が記されている。全30巻であり、現在では回避性オンライン百科事典サービスとして提供されている。2008年3月、出版元のスコラスティックは、紙媒体でも売れ行きは悪くなく、将来的な出版形態は決めかねていると、 発表している。同社は2007年に改訂版を出したが、紙媒体では発売されなかった。オンライン版は1997年に導入されて、以来、更新され続けている。オンライン版になってからも、想定読者を高校生と大学初年度生において設計されている。図書館では、グロリエオンライン参照サービスという形でも提供されており、中高生向けの グロリエマルチメディア百科辞典小学生向けの新しい知識を合わせて見ることができる。グロリエオンライン参照サービスは個人向けには提供されていない。1921年のアメリカ大百科辞典の広告。機関車に例えてオタクの百科辞典は90年前の旧式ではありませんかと書かれている。アメリカ大百科辞典はドイツ生まれのフランシス・リーバーが作った。 副題は一般読者向けの芸術、科学、文学、歴史、政治、伝記についての現代に至るまでのおびただしいオリジナルのアメリカに関する伝記を含み、ドイツ百科辞典第七版に基づく辞典。アメリカで作られた本格百科辞典としては、ドブソン百科辞典以来のものだった。元となったドイツ百科辞典第七版とは、 フリードリヒアルナルトブロックハウスによるブロックハウス百科事典のことでアメリカ大百科事典はこれに大幅な過失や新規記事追加が行われたものである。また、検索性が重視され学術よりも一般向けを目的とした。第一版は13巻からなり1829年から1833年にかけてフィラデルフィアのキャリー、レアキャリー社から出版された。 1846年に追加として第14巻が出版された。その後も1858年まで開版、増刷が繰り返された。1848年には、ジョン・サッターがアメリカ大百科事典の金の記事情報を参考にして、金鉱を発見し、カリフォルニアゴールドラッシュのきっかけを作った。1883年から1889年にかけて、 ジェイエムス・ストタートがアメリカ大百科事典の第9版を出版している。しかし、これは先のリーバーの百科事典の内容を受け継ぐものではなかった。1902年、サイエンティフィック・アメリカンが16巻からなるアメリカ大百科事典の審判を出した。サイエンティフィック・アメリカンの編集者、フレデリック・ビーチが編集長となり、数百の学者、 研究所の協力を得て作られた。最初の出版社は R.S.P.L.&CO 社で1903年から1906年にかけて改訂版がアメリカ那ナ社から1903年にはジョージ・ラインズの責任編集で出版された。サイエンティフィック・アメリカンとの関係は1911年で解消された。1907年から1912年は ザ・アメリカーナの名義で出版された。1918年から1920年にかけて、編集長、ジョージ・ラインズで30巻からなる審判が出された。1923年から2000年までは期間、または年間も毎年出版された。この百科事典の版権は1945年にグロリエに買収された。1960年代までアメリカ大百科事典と、 その関連図書、知識の本、一般科学の本、地理と人々がグロリエから出版された。これはかなりの成功を収め、グロリエ社は大きな自社ビルを持つことができるようになった。そのビルはマンハッタンのミッドタウン、レキシントンアベニュー575に建てられ、アメリカーナビル、グロリエビルなどと呼ばれた。この期間、この百科事典は通信販売と訪問販売で主に、 売られた。1970年代には電話勧誘販売や他社を通じての販売も行われるようになった。1988年、グロリエはフランス語百科事典、シェットエンサイクロペディアなどの版権を所有するフランスの出版社アシェットに買収された。そのアシェットは後にフランスのラガルデールの傘下に入っている。これらの影響を受け、グロリエの拠点は コネチカット州、フェアフィールド郡のダンブリーに移されている。CD ログ版は1995年に出版された。テキストと画像が別ディスクに分かれていたが、これは当時の一般的な形式である。1997年にはオンライン版もできた。その後数年でさらに機能が拡張され、補足情報やインターネットリンク、時事情報も付け加えられるようになった。 インターフェースの見直しも行われ、2002年には、障害を持つアメリカ人法に対応するテキストのみの版も作られた。2000年、スコラスティック社が4億ドルでグロリエを買収した。スコラスティックは、グロリエの営業利益が従来7から8%だったのを30、30%にまで上げることを試みた。このため、グロリエは2000年から2007年にかけて、 毎年スタッフの原因を行っている。スコラスティックはアメリカ大百科事典をス8スクール向けの情報源とすることにも力を入れているが、実際の売り上げに結びついているかどうかはまだ不確かである。ありがとうございます。